はい、こんにちは、ちおです。このままちょっと音声なしで行こうとしたんですけど、ちょっと金具をですね、これグリーンオーシャンさんでも売ってるし、この間いただいたのは多分違うとこだと思うんですけど、物は一緒です。で、ちょっと金具をつけるときに説明書をもらったので、私その前にちょっとグリーンオーシャンさんのやつのやり方だけ見てたんですけど、スクショしてあったんですけど、グリーンオーシャンさんのやり方を見ると良い例悪い例っていうのがあって、その良い例の方、悪い例の方でも止まるんですけど外れやすいって書いてあるんですけど、良い例の方をやるとレジンで作ってるのでそこまで硬くはないんですよ、ものが。なので良い例でもやったんですけど、そうするとちょっとふにゃってなっちゃって、洗濯はバネが強すぎるんですよ。悪い例でも止まりますが外れやすいって書いてあるんですけど、悪い例の方じゃないとちょっと私できなかったので、ちょっと今ここから音声入れてちょっと実物を映していきます。ちょっとこれまだ外してないんで、これが台ですね。台はこれ1個しか作ってないです。でっか、台めっちゃでか、こんなでかい。真ん中くっついちゃった。中と小がね、台すごいな。こんな感じですね。なんかしおりみたいな感じだった。で、これ作ってもらったら分かるんですけど、水とかあんまそんなにつけないから、洗濯物とかにはだから向いて、飾りだよね、本当に。なんか写真とかを飾るときとか、挟む感じですね。洗濯物とかではないですね。まあ、結局言ってもレジンで作ってて、このただレジンで作ってるんですけど、この薄さなんで強度がそこまで持てないのと、あとね、私ちょっと今日サラサラマサル使っちゃったんですけど、サラサラマサルだとちょっと硬化後が弱いかもしれない。硬化後なるべく硬く仕上がるやつがいいんですけど、マサルのバージョン2の方でやればよかったですね。すいません、ちょっとこんだけでかいものだったんで反るなと思って、ちょっとマサルのサラサラの方をやっちゃったんですけど、で、これちょっとまずとりあえず外側向けます。で、こうなるので、ごめんなさい、私ぶっちゃけこれ失敗してるんですよ。それもだからちょっと動画で言おうかと思って、これ逆なんですよ、デザイン。こっちが上なんでこっち下なんで間違えました。で、それも注意してちょっとやってみてください。ちょっと今日も初なんでね。で、これバネついてるんですけど、まずこのここについてるこっち側のバネは、これここをただ止めてるだけなんで、これ使わないやつです。なので外します。はい、ということで、これはお手紙にもいただいたんですけど、オルゴナイトとか作る方ぜひ代用していいと思います。ということで、これはポイ。で、こっからなんですけど、これを良い例でやると、こうやってつけるんですけど、こうならなきゃいけないんですけど、だからこうなるんですよ。これがバネが、なんていうの、十字、これで本当はつけなきゃいけないんですけど、これでつけるとね、結構ね硬くて、つけた後にちょっとこれ今傷ついちゃってもいいっす。もうちょっと鼻逆なんで、つけた後にカチャってはまるんですけど、こうやってまずつけます。これちょっとグリオンさんの良い例の方でやってます。で、こっち側の反対側の、今度こっちの溝が外側にあるんですけど、ここに今度このバネを、こっち側のバネをつけます。これ台だったらいけるのかな。さっき中でちょっと同じレジン液で、まあ、同じやり方で動画に撮ってたのと同じやり方でやったんですけど、ちょっとね、
めっちゃ硬いですよ、十字にすると。ただこれもう一つの悪い例って書いてある方だと簡単につけれます。でそっちも別に飾りぐらいだったらそっちのやり方でいいと思うんだよね。あれね、洗濯バサミの役目 してくれないんです。開かないんです、この良い例でやっちゃうと。結構外してから光当てたりして、あとその後も放置してるんですけど、そんなに硬くならな、硬くなるにも限界がある、ちょっと華奢さなんで、一つ一つこれをね十字にして、ここの外側につける。はい、でそんなに言っても力いらないです。これが良い例なんですね。こっちが巻きでこっち側に行く、で逆側がこっち側に行く感じ、こう巻いててこっち側に行く感じ、これが、グリオン社さんが言ってる良い例なんですね。これだとがっつりしてるんですよ、すごく。あ、台だったらいけるな、これ。なんでかって、ここがこんだけ幅広いから。これ L サイズのあれシーコンだったら良い例でいけるわ。こんだけバネ強力でも全然動く。でさっき私何をしてたかっていうと、あと中と小を作ったんですよ、 M と S で。これなんですけど、これが良い例ですね。でもう一つ良い例で作ったのがこれです。 M サイズのやつなんですけど、全く同じレジン液で、あと中入れたものも変わりなく。ただね、中ね、これはドライフラワー、いただいた手作りのかすみ草の白とかパールとかホロを入れただけなんですけど、 M になると一気に細さが半分になるんですよ、 L の半分になるんで、これ良い例で止まってるんですね。これバネがこっち側に行って逆側がこっち側に流れてる感じなんですけど、これちょっとここが細すぎて動かないんですよ、これ開かなくなっちゃったんですよちょっと怖いです、これ以上やったら多分曲がるっす。レジン液がいけなかったのかもしれないんですけど、ただ別に悪い例の方も止まるには止まるらしいんですよ。ただ外れやすいって書いてあるんですけど、でこれがその悪い例って言い方悪いんですけど、簡単に取り付けられるようにこうやって渦に対してこっちに流れないで渦のままそのままこっち側につけるんですね。これは簡単にくっつきます、そのまま。でこれだと開くんですよ、ちゃんと。はい、動きますよね。ということで、もし出来上がりが、これちょっと今付け直しますね、動かなくなっちゃったので。これをこのやり方だと無理なんで、ちょっとただスライドさせるだけなんで、 あと他は全部、こうやってやってないです。そのままのやり方で付けました。だからグリオンシャンさんの写真で言う悪い例、写真見せた方が早いと思うんですよ。これ多分ネットで開けば出てるので、ごめんなさい、ちょっといろいろ落ちた。これなんですけど、金具の付け方のこの悪い例と良い例っていうのがあって、良い例のようにこうやって付けてくださいっていうのが、今私がやったこの L サイズ版のやつですね。これが良い例ってやってたんですけど、それで M サイズを作ったらちょっと開かなくなっちゃったので、他の M と S サイズは全部こっちの悪い例っていう方でつけてます。ただ悪い例でもう止まるんですが外れやすいっていうことなんですけど、外れやすいって 何が外れやすいって言ってるのか分かんないんですけど、これはまあ動きます。もしかしたらこれ挟んだところが弱いのかと思ったけど結構強いです。で多分バネがこれが外れやすいと思うんですよ。取り付け方が結構簡単なので、ただこれ動かなきゃ意味ないんで、まあだんだんちょっと動くようにはなってきたんですけど、まあレジンが硬くなってきたっていうのも、放置してて硬くなってきたっていうのもあるんですけど、言ってもここちょっと結構薄いんでね、上のところ、 L から M への一気にこの細さ、 L がこんだけ頑丈なのに M いきなりこんな半分なので、で長さは一緒なんですよ。だから L サイズは良い例でつけた方がいいと思います。サラサラマサリでもこんだけ頑丈に作れるんで、はい。
こうやって渦巻きのこっち側にサッと、別にそんなに難しくないです。付け方はさっき写した通りです。ということで、これちょっと微妙なんで、これちょっと一回外して、こっちの悪い例と一緒にしますね。悪い例って言っても全然動くんで、あの写真とか飾りで付けとく分には全然いいんです。はい、ということで、バネの付け方は2種類あるってことですね。で、L サイズを作ったんだったら、あの良い例ってやつで、こうやってあの逆方向に持ってきた方がいいと思います。あとはレジン液でなるべく出来上がりが硬くなるやつを使って、おりゃ見てくださいって言っても、まあマサルの普通にあの2とかでも、あれも出来上がり後硬いって書いてあったので、これさ、良い例の方はね、ちょっとだけ力がいる、つけるときに。じゃあ今悪い例でつけますね。悪い例の方簡単につくんですよ。このままなんで交差させないんで、ちょっとごめんね。で、これあの逆さ向きにデザインしてくださいね。私もろあの作ってて失敗したんで、今ちょっと音声入れてます。あと内側外側も気をつけて、それはあのドライフラワーとか、あのなんか入れる場合向きですね。まあ、でもそんなに気にしなくてもいいかもしれないけど、一応これは外側向くように作ってるんですけど、まあいいや。で、まあ、悪い例って言っちゃうはあれなんで、そのままつけれます。あのそのグリーンオーシャンさん曰く悪い例ってやつだと、そのままこのままこのバネのまま逆らわず、そのままサッとつけて、こっちの方がもちろん簡単です。なのでどっちみち洗濯とかには向かないので、飾りだったらこの付け方で十分だと思います。ただより強度を増したい、これで終わりなんですよ。だからぶっちゃけまあ取れやすいっちゃ取れやすい、ただ動くようにはなりました。はい、強度もここのバネの力も交差してないので弱まってるですけど、言ってもちゃんと挟みます。結構がっつりきてます。はい、ただここがこんだけ緩くなっちゃうので、あのこれはバネが外れやすいっていうだけかもしれないですけども、ただ L サイズはあの全然あの良い例の方でつけてください。交差した方が、まあ、こんだけ分厚いんで、もうがっつりです。マジ結構きつい。じゃあこれマジ逆に作っちゃったなんかまあこうやって挟めんだよね下からはい、ということで今日はですね、あのこれはグリーンオーシャンさんの木を使ったんですけど、あのいただいたやつもあるので、多分いただいたやつ書いてないんですけど、どこだろう、まあ洗濯バサミシリコンでいじゃいじゃいって、マジ本当痛いから、はい、ということで、あの洗濯バサミシリコンで出てくると思われますの LMS サイズを作っていました。最後のバネの取り付け方だけ簡単です。めっちゃ簡単です。はい、で L に関してはこの交差させるのがいいと思います。で M とかに関してもあの別にあのちょっとこれとこれで付け方違うんですけど、こっちに関しては、まあ、この付け方簡単だけど、ちょっとこうやって緩いので、まあこっちもこっち全然動かないんですよね、もうがっつりで。あ、レジンは私ちょっとサラサラ使っちゃったんで、もしもっと強いやつが、あの出来上がりが強いやつが作れるんであれば、この巻き方の方がより丈夫ですね、あのネジの付け方は。はい、とにかく綺麗です。まあ、色もつけてみたんですけど、グラデーション色なしの方がいいかなって思いました。あの強度が増すんで透明が多い方がっていうのと、あとこれ色付きだと普通に洗濯バサミ売ってんじゃんっていうことになるんで、なかなかちょっと透明でお花が入ってたりとかするものは売ってないと思うので、どうせ飾りにするんであれば、これはちょっとあの雪と星とハートを入れてみたんですけど、 S サイズの方は
はい。で、あとこっちは、すみません、いただいたドライフラワーのかすみ草の、ご自分で着色されたってやつを入れていました。はい。せっかくだから、透明で作った方がなんか綺麗ですね。なんか売ってないやつ作りたい感じなので。はい。で、これに関してはすみません、デザイン逆になりました。これはセリアさんのかすみ草とフォローですね。はい、じゃあ今日はこんな感じで洗濯バサミを作ってみました。とても楽しかったです。写真とか飾るのにいいと思います。見ていただいてありがとうございます。またね、バイバイ。あ、いいや。いや、一応言っとこうかな。動画のストックがちょっとなくなってしまったので、今日10月じゃないし、なんだ、この前だから10月言ってんだよね。今日4月の17の土曜なんですけど、今動画のストックゼロなんで、今後別に動画の毎日配信とか目指してたわけじゃなく、ストックがたまりに溜まってたんで毎日出してただけなんで、この後動画毎日配信が、多分無理だと思うので、無理にはあげません。ということで、別にあげなかったからと心配しないでください。いつも皆さん心配していただいてありがとうございます。元気です。はい。ということで、ちょっと、レジンもね、あんまり触れる時間がちょっとなく、全然、先週に至っては1週間触ってないので、溜め取りはとうとうなくなりまして、で、こっからはちょっと店の方、ゴールデンウィーク前なんで、一応、ほりならなんとか、よくわかんねえ宣言出てますけど、一応ちょっといろいろやることあるんで、店の方が、副業もなんですけど、なので、ちょっと、レジンが余計触れなくなる時間が増えると思うんで、あげれる時にアップします。見ていただいてありがとうございます。じゃあね、バイバーイ。みんなも元気で頑張りましょう。